お待ちください。
削っているかな。だいぶこれ引きが入っちゃってるけどいいかな。
同作品は1999年に静岡県は市立校の開校達成年記念作品。スコットの鈴木忠が芸術監督、花組芝居の籠井深津が主演、船岡の宮城聡が演出を、100人の市民が参加する大野外劇として上演されました後、出演者を7名に絞り、OL、修学旅行編など、設定だけを変えた異化効果の作品として上演されておりましたが、一周回って設定を武士に落としたため、あえて武士編となった異色の作品でございます。さて本日、初お目見えとなりまする、大浦町民劇団各国会ラオーラでございますが、今より数えて1年と3ヶ月前、高知大浦町に全国ご紹介の平田織田先生を招いて、中央公民館解決準備事業の一環として、演劇ワークショップを巡り、芸術文化行政における町おこしの講演会を開催したり、そこに集いし者たちにより、昨年初夏に参集いたし、結成されるに至りました。以降、若きは、未だ義務教育年齢にある裏若きを止めから、ちょっとその年齢を不審するかばかられる、成熟した乙女まで普通でないおじさんまで、高知出身で平田先生主催をできた青年団において中学メンバーとして舞台に立つ会に大竹忠さんにご指導ご助言いただきながら稽古を重ね、ついに本日皆様にそのお披露目として長谷参じた次第でございます。私は自らの出自を隠しません。本日の演目は繰り返して私たちの生みの親ともいうべき平田織田先生の作品「忠臣蔵武士編」でございます。文学座の創設メンバーであり、日本の進撃を背負ってこられた高井の一郎先生をして、希代の名作と評された本作です。本日この場にて、ね、いずれも様にお目にかけるは、誠に誉れ高きことでございます。何とぞ幕開きから大団円まで、お見逃しなきよう、お聞き逃しなきよう、お願い、あげ立てます。わけで、皆々様方に、お願いいたしたいのは、役者並び裏方一同に至るまで未熟負担でものにございますが、おめまだるきところは袖や短袖でいくふうにお隠しあって、良きところは拍手へといとのごかったい、長江の膝を八重により、隅から隅までずずずいとお願い、あげたてまつりまする。
ことうん。受け取りに来るだけで、俺たちとは関係ないじゃないの。違うよ。
取り潰されちゃうわけでしょ。うん、じゃあもうしょうがないんじゃないかな。どういうことだよ。まあ、普通なら新しい資本に変わってね。じゃあ武士道は？え、武士道？おう、ああ、そうかじゃなくてさ、いやいや、それもあるか。あるだろう、それは。聞いた、聞いた？聞いたよ。どうすんだよ。どうすんの？いやー、今いろいろ話してたらどうなんだけどさ。うん、まあね。何？いや、分かんないね。どうしたらいいのか、俺たちにも。なんだよ。佐々木さんどうすんの？俺？俺はね、こっちに。え？こっちに。どこに？どこにって気がないに決まってるでしょう。うわ。だって今死んでないらしいわ。え？嘘？本当本当。そこにゃ。おいおい、ちょっとそれまずいじゃないの。さあ、それで殿は？それも知らないよ。知らないよ。なんだよ。なんで殿は？無念でござる。どうすんの？うちって。いっさ、したことないですか？
したことあるかどうか問題じゃないでしょ。問題だよ、それが。なんでじゃないよ。俺だってね、それ、憎い病気だから。講義の時も間違ってると思うよ。だけど、実際に、例えば、平手に行って、それで平手が取れなくて、どうしよう、笑いになったわ。え、呼んだな。そうか。じゃあ、佐藤さんに前に行きたいか。公立日和に。そうよ。見てみたの。違って。じゃあ、行ってみろよ。いじれんなよ。それはさ、大石さんに任せた方がいいと思うな。ほら、何意見ないじゃん。そんなことないよ。どこが過労に任せろって意見でしょ。意見は意見か。意見だよ。ねえ。おし。お。どう。どう。え、知らないの。知ってるけど、それは。決めた。読み方。今話してるとこ。あ、そう。決めたの。まあ、親戚によって江戸に出ようかと思って。え？士官の口を出すにしても江戸の方がいいからね、って感じだぞ。じゃあ、大橋さんは全然同情とか義理とか考えず。何それ。あ、いや、そんなこと考えてるの。俺じゃなくてね。いや、大橋さんのところは士官の手もあるからいいけどさ。え、田中さん考えてるの、そんなこと。あらね。すげえな。そりゃ考えるだろ、普通。いや、俺全然考えなかった。おいおい、考えた。だって、佐々木さんなんて打ち入りだよ。そうそう、その打ち入りって何。幸せに打ち入るの。ああ、何でしょ。まあ、面白いけどね。面白がんなよ。ごめん。まあ、同情はなくてね。あのさ、それよりさ、俺分かんないんだけど、どうしてテモはキラを切っちゃったわけ。切ったって言っても、死んでないらしいよ。ああ、聞いた聞いた、それは。まあ、横の腹にして帰ったんだけどね。まあ、それ、全然ごめん、今。どうして。いや、当たり前よ。だってさ。でもな、結構、トノの言葉に似たじゃない。うん。トノってさ、感覚持ちなんだよね、確かに。あんたってね、聞いたの、それは。だからさ、つい、カッとなっちゃったんじゃないかな。カットって言ったって、ごまのことないもんだよ。こっちだよ、実際300人向けられな、そんなことされて。王様なんだから。俺だって、殿は好きだよ。好きだ、好きだ。だけどさ、ちょっと問題が違うでしょ。何そのつもりだ。だから、殿様だって言うの。何。そうか。中って言ったって、中にの手ではないよ、これじゃん。こんなカットなんて切りつけたとかさ。それはさ、よっぽど闇に流れる事情があったんでしょう。その事情って何。もう喧嘩するなって。ああ、嫌っても相当うるさいやつだったらしいからね。それは、敷き取りとかおっしゃるけど。まあまあね。そう。とんだことになりましたね。小太郎、何か。いえ、どうなりますかね、朝の件は。まあ、これをこれから話し合おうということなんですが。小太郎、はい。ミラが死んでいないというのは本当でしょうか。はい、そのようです。無念ですが。小太郎、では、殿が切腹なされたのも。はい。小太郎、でも。まあ、まあ、ちょっと。急に皆さんからそう言われてもなんなんで、ちょっと待ってくださいね。
の神殿、殿中松の廊下にて平光介之助に任上。光介之助は眉間に深手を負うも命に別状なし。我が殿は即日切腹、赤を浅野家はお家断絶、領地没収。なお平光介之助にはお咎め一切なし。とまあこれが一応今のところ、これこちらに来ている情報ですね。いや、そんなのんきな。いや、まあのんきなつもりはないんですけど、冷静にそこは一つ。だってそれはあんまりじゃないですか、平にお咎めなしっていうのは。はい、俺もそう思います。それじゃそう落ち着いてないで。いやいや、だからこんな時だからこそ。おはよう。わかった。じゃあここは泣こう、みんな一応。泣くのはもうさっき、まあなんだ、はい、じゃあいいじゃん、言ってよ。すいません。ご家老、あのこの席で一応の方針を決めるということでしょうか。はい、そのつもりで。まずご家老のご意見をお伺いしたいんですか。そうだね。意見というと今後の方針ですね、班全体の。なるほど。まずもって藩札の交換、それから藩士への分配金の決定、しかる後に城明け渡しの段取りというところですかね。いや、そうじゃなくてね。あ、まあ、まあ、そうじゃないというのは、ご家老が今回のこの不当なお裁きに対して王位の意思を示すおつもりはないんでしょうか。なるほど。ご家老、まあまあそう興奮しないで。興奮するでしょ、それは。そうだけどね、そこを押さえて。確かにご褒美のお裁きは変ですね。一応喧嘩両成敗ってことですから。あらら、城を無残な明け渡すのはいかがなもんでしょう。え、どういうことですか。田中さんは籠城って言うんですよね。ああ、これは無理だって言ってんですけど。籠城というのは立てこもるということですか。もちろん。いやいや、その立てこもるだけなのか、あるいは積極的に戦うのかってことですね。まあもちろん、攻めてくれば戦うっていうことでしょうね。でもそれ勝ち目ないでしょ。もちろん。じゃあ意味ないでしょう。じゃあご家老は勝ち目とか意味とかで武士をやってるんですか。いやいや、犬死にはよくないでしょってことでしょ。ふざけてるんですか。ふざけてません、ふざけてません。潔く知ってこそ武士じゃないですか。あのさ、田中さんさ、はい、あの、じゃあ聞くけど、はい、田中さんの体は誰のものですか。もちろん、なきだよね。何ですか。それも、両親からもらった大切な体だよね。なんか回りくどいな。いやいや、だから城に立てこもって討ち死にするっていうのは、どっちかっていうと田中さんの自己満足テストが悪いけど。いやいや、だからだから自分の体は殿の体だと思うんだらね、それを最大限有効に使うべきなんじゃないの。だから俺は。だから考えましょうよ、みんなで。何が大事なのかってこと、今。まあ、そうですね。お前なんて何も考えてないじゃないか。もうないよ。だって先だって、それはもういいって言ったじゃん。だから、討ち入りとか老後はもういいって言ったんだよ。だろ。だから、そういうやつはここにいる必要ないっつの。何言ってんの。討ち入りって何。佐々木さんの方は討ち入りしたいらしいんですよ。だから、何その討ち入りって。平手に討ちって、平の首を取ろうってことでしょ。すげえなー。はい、佐々木さん、そんなこと考えてんだ。それなら、夕霧にもならないでしょ。うん、そんなの失敗したら同じじゃん。そりゃそうだけどさ。ね、そんなこと言ったら議論にならないじゃないか。そんな不可能な話をする方が議論にならないでしょ。まあまあ時間はまだあるからね、全くできないって決めるのは良くないと思うよ。ご家老、籠城だもん。籠城案がないんだよ、選択肢として。いや、まああのですね、前提がちょっと変なんじゃないかって思うんですよ。真面目な話さ。あの、いいですか。はいはい、どうぞ。ご家老は自分たちのこの体を最大限有効に活用すべきだって
い。でもその件に賛成なんですよ。ただね、じゃあ何が有効なのかってことなんですけど、それを考えるのは何を目的とするのかってことを決めないといけないと思うんですよ。うん。それで何が目的だと思う？そこのところをね、何を目的というか、目標としていたのかを話し合えばいいし、とにかくご家老の意見というか、ご家老の目的ですね、それを聞きたい。だからお前はどうなんだっちんだ。僕の意見もあるけど、まずはご家老の方ってことでしょ。まあ、じゃあさ、どういうことが目的として考えられるかね。はい。それでいい？はい。どういうことが考えられると思う？え、これですか？うん。お家最高でしょうね。そうだね。お社権大学様のお家を採用していただく。それは目的じゃないだろうな。え、お家採用して、そこに志願したいってことでしょ、お前の場合は。違う。まあまあ、まあ、まあそうだね。お家開校が一つと、それから仕官っていうのも目標だよね。仕官して家族を幸せにすると。それはちょっと話しますか。まあでもさ、仕官して仕官先で立派に忠義を尽くして阿公の武士の名を上げるってこともありでしょう。それはでも自分に伝えるっていうことになりませんか。そうかな。まあ、俺は少なくともそう思いますけど。自分で何？二人。君？あれ自分で言うか。わかんない。たぶん。自分じゃないの？今、選択肢として挙げてんだから。いや、この点はさ、議論を進める上で、かけては取れないんじゃないの？そういった点も含めて、無前提に議論していかないといけないわけでしょ、こういう時は。そんな、だって無前提に議論なんかできるのかよ、人間が。そんなこと言ってんでもなくてさ。分かった分かった。まずそれを議論するにしても、もう少しご家老の話を聞こう。そうだそうだ。うん。おう。なんだっけ。お家再興が一つと、あと主君の汚名を晴らすってことですね。あの、それは汚名をすすぐですね。お面を晴らすじゃなくて、お面をすすぐでしょ。ああ、そっか。はい。だって大事だろう、ということは。お面を晴らすって言わない？それは、本来はお面をすすぐなの。あ、だけど、恨みを晴らすこと、間違って汚れちゃったよ。知識が、うん、考えてないと思うから。あ、違う違う。言葉の揺れと間違いが、間違いが違う。どうだい、これてると長くなるんだよな。これ待ってさ、そういう話じゃないだろ。いや、まあ俺が間違えたんで。そういう忙しなことは問題じゃなくてですね。佐々木さん、口入れするでしょ。するでしょ、うちに。うん。じゃあ、その時にさ、主君、浅野匠の神のお面を晴らすべく参上しました。恥かいたらどうするか。恥ずかしい。それ恥ずかしいな。ペットが敵に来るじゃないですかね。うるさいな。分かった。ご主君、匠守様のお命をすすぎ、お恨みを晴らすってことだね。それから、ご公儀の今回のお裁きに対して異議を申し立てる。はい。まあ、この2つは一緒みたいだけど、一応分けて考えてみよう。そうですね。ご主君の無念を晴らすことに、胸を張っていいの？はい、じゃあそっちに重点を置くか、あるいはご公儀への異議申し立てに重点を置くかによって違ってきます。ここはだいぶ話が整理されてきたね。要するに胸を張らすことに重点を置くならうちに、異議申し立てに重点を置くなら同情ってことですね。なんだ、あとはなんかないかな、忘れてること。どうでしょう。あの、はいはい、大橋さん、目標とか方針とは違うと思うんですけれど、ご家老が最初におっしゃられた探索の方策とか、こういった事務的なことも実は大事なことですよね。それがあるんだろう。いや、議論としては後でいいんだけど、態度としてね、立つ取り、あとは利己さすっていうのがあって、武士道なんじゃないの。あ、ね、まあ、そこ
大野さんと話さないといけないからですね。ああとね、どうなんだろう、その精神的なとこは。え、例えばさ、もし赤穂の武士の心意気を示すってだけなら、私は城を枕に切腹って手だってあると思うのね。極端な話。えぇ、何ですかそれ。切腹、籠城じゃなくて。そんな。田中さんは籠城だよね。はい。でもそれは最終的に戦うってことですよね。はい、まあそうなると思います。それはだからどうなんだよ。どうして？それが目的にかなうんだろうか、田中さんに。まあ俺としては結局その効果だよね、籠城した時の。効果がどうだろう。というか籠城っていうのがかっこいいのかってこと。かっこつけて籠城するわけじゃないでしょう。世間に抗議の菩薩の不公平さを訴えるっていうなら、それは突き詰めればそういうことになるんだよ。かっこいいか、かっこよくないか、ダサいか、ダサくないか。いやいや、武士道がですね。武士道なら死ねばいいじゃん。戦ってこそ武士。どうして？それは戦ったこともないのに。じゃあ、ご家老だって切腹したことないじゃないですか。切腹は見たことあるの。そんなこともみたい。え、どうして？だって、殿だって切腹したんじゃん。戦ってこそ武士。殿と同じ死に方をして、忠義のことも示して、同時に公儀の沙汰の不公平さを世間に訴えるというね。まあ、そういうことなんだけど。それはそう言っちゃえばそうですけど。ああ。切腹はね。だからね。あのさ、じゃあその佐々木さんの打ち入りっていうのはどういうことなの一体？打ち入りは打ち入りですよ。ドーン！ドーン！まあいいです。
よ、それは。え、いいって？まあ、武士道はそれぞれの武士道でいいですよ。どうせよくわかんないんだし。よくわかんないっていうのはどういうことですか？だって、もう関ヶ原から100年も経っててさ、戦わないんだから、俺たちは。そういう感覚がなくなっちゃってるんだから、完全に。でも、だよ。だっていうか、関連論になっちゃうんですよ、どうしても。だから、いいです、精神的なとこは。はい、どうぞ、久保田さん。もう、僕は老後の地域を持って、結構幕府もパイと思うんですよ、メジェルの話。まあな。それは、成功すればの話だろ。だよね。結婚しなくても、老後って感じないわけだ。まあ、幕府がこれくらいのもんかってこともあるよね。そう、そう、そこら辺もまだ掴みきれないんじゃない、今。まあ、でも確かに。幕府が困るかどうかっていうのは大事な視点だね、議論としては。はい、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ、その点から考えるとどうっていうか、その点から考えてみる。どうなの？ああ、まあ、いいんじゃないですか。抗議のご処分に異議を示すっていうことなら。武士道なんだろう。まあ、武士道的にもいいよ。で、仮の話ですよね、議論のためだ。うん、まあ、ちょっとほら、幕府困らせたら、これ、お家さんもならないじゃないですか。うん。いや、わかんないよ、それは。どうして？困って、バランスを取るためにお家さんにってことだってあるでしょ。うんうん。それはどうかな。いや、だからさ、どっちにかけるかってことでしょ。え、そうなの？だってそう考えなきゃ、いつまでたっても平行線じゃないですか、この議論自体は。まあなぁ。だからさ、どちらにも必要あるってさ、ジャブをするって話にしようよ。まあね。浅木さん、意外と現実的だね。お家はいつだ、もう現実的だよ。じゃあまず極端な例としてはさ、何にもしないで教授の意を示して退場して、それで赤穂藩バラバラになってみんな頑張って仕官の基地探すっていうのはどうでしょう。極端って言われて違うよ。だから幕府を困らせるってことではあんまり、まあ、低い方ですよ。低いっていうか何ていうか遠いっていうかさ、まあいいですよそれは。うん、じゃあ、みんな仕官するんだけど、なんとなくちょっと内切りを濁すっていうふうに。なんじゃ仕官するんですけど、内切りするぞするぞっていう噂だけ出すんですよ。そんなんダメだろ。それで、それで、たまにみんなで集まるんですよ。江戸とかに、どうぞ、かけて。ああ、それで怪しまれるわけ、わざと。そうそう。バカらしい。ダメですか。褒めてんだって。本当に。あれですね。じゃあ、大石さんのテストカーテンもダメですね。え、どうして？困らないか？困らないでしょ。多分そのまま終わっちゃいますよ。じゃあ困るってのはどういう意味なんだ？うんと籠城して力で尽くされて幕府の意図を示されるってことは敗北主義者。いやいや、これは現実主義で牛が下ろせる修正は許さないで、現実に意識を変えて関連議論の大敗ではないか。そうだそうだ。はい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 、佐藤さん、討ち入りして幕府の処分を待つ。おお、
だからこれ全部家庭の話でしょ。ほんで和田落ちができてたら全部しないできるんだよ。しかもできるって話でしょ。まあしかも結果としてな。そんなすんごい可能性的じゃないですか。そりゃそうだけどさ、でもまあこのままじゃ最初から鹿の可能性だって低いからな。なるほど。まあどっちの可能性にかけるかってことだね。そうさっき。これどうやって議論すればいいの？これじゃ議論にならないよ。だってみんないいところも悪いところもあるし。いや、ですから僕が決めていいの？いや、原則としては王子とも決めていただきますけど、最大限俺たちの意思も尊重していただきたいと思って。だって俺たちの意思って言ったってバラバラじゃんか。そんなところのご判断も。なんかさ、いい方法ないの？くじ引きっていうのはどうですかね。叫ぶ。いやだって決まんないじゃないですか。だったら融資だけでうちいるよ。これはまずいんだな。どうしてですか。みんなで一緒じゃないと何やるにしても効果が薄いと思うよ。幕府に対してもキラに対しても。いや最終的にね、バラバラになるにしても話し合いの過程ではできるだけ一本化しましょう。だってご家老が決められないって言ったんじゃないですか。まあね、なんだよ。そこで決めるってのはどうですか。はい、他に。はい、久保田さん。単純に確率っていうのがあるんですけど。え、さっきどれにかけるか聞かれたんですか。なんだよそれは。で、パッケージで掛け事を目的に語る確率があるんですね。なんだ、なんだよそれは。そう、例えばですね、定数にしてみます。すべきを。なんだよそれは。ここに社交範囲が100人いたときます。それで様々な場合を考えてみます。何人のこの例えば、うちですね。うちが成功する可能性を1割と。まあそんなもんだ。100人が打ち入りを試みれば10人が打ち入りに成功することになります。次に切腹しなくても可能性、幕府が切腹を命じない可能性ですね。この可能性を2割と言います。すると100人がこの3つを選択すれば、先ほどの10人のうち2人が生き残って仕官もできるということです。ちょっと待って、切腹しなくていいとなったらみんな生き残れるんじゃないの？これはあくまで机の上の計算で、皆さんに分かりやすくするためにご説明しているわけですね。全然分からない。分かりにくしてますよね。ですか？掛け事に報酬、得られる金額というものを考えています。報酬はないから、お商売じゃないんだから。いえいえ、これもあるので、皆さんに分かりやすく、確率が低くても、報酬が高ければいいのです。いいのも。その分かんないよ、そんなこと言われても。ねえ、結局どれが一番得なんだよ、お前の算術では。それは、打ち入りがどのぐらいの確率で成功するかによりますね。当たり前だんかよ。当たり前の答えが出るのは算術です。いや、意味ないじゃん。いやいやいや、じゃあ俺、打ち入りでもいいな。結構いけんでしょ、お前のその算術では。ですから、この確率をみんなで頑張って高めればいいです、うん。どうしたの、佐藤さん、急に。急じゃなくてさ、冷静に考えると、痴漢っていうのはあり得たのかなって思っちゃうじゃない。そのままそういうこと努力しとる。同じ努力なら、努力しがいがある方がいいじゃん。そうだそうだ。あと、個人の努力じゃなくて、みんなで頑張るっていうのもいいんじゃないですか、なんとなく。いいらしい。視力で勝負する限りですからね。そうそう。でも努力してダメだったらやらないっていうのでいいですか。僕には知らないけどいいですね。まあどうだろう。僕犬死にとか無駄死にとか嫌なんですよ。ちょっとでも動揺できるんじゃないの。だからすいませんけど、老少とかは全然賛成できないんですよ。まあ俺も気持ち的には老少より無事かなってなってきたんだけどさ。待って待ってよ、打ち入りなんて非現実的だって話だったでしょ。だってそんなの俺たちの今の状況自体が非現実的じゃん。そりゃそうだけど。なんか潰れるなんて思ってなかったでしょ。
さんとはどう？うちに目指してみるっていうのは、あくまでその可能性にかけるってことだけど。私はどうもまだ。俺は何でしょう？士官の道を探りながらでもいいのならってとこですかね。ギリギリ。え？どういうこと？いや、士官してもよくって、士官できなかったものがうちに参加するの。そんな。いやまあ、それはいいんじゃないかな、それで。それはないでしょ、おじさん。でもさ、そうしとかないとさ、後で絶対困るやつ出てくるよ。どういうことですか？例えばさ、親や親戚に士官の口を勧められるでしょ。はい。でもその人が僕たちと討ち入りしようって約束してるとするでしょう。はいはい。そしたらどうする？佐々木さんだったら。え？どうする？もちろん断りますよ。え？どうして？もうやはり断るよ、約束してんだ。だから俺は士官の道を探りながらでいいんじゃないかと。そんな二股かけるようなんて討ち入りなんてできるか。だってさ、あのね、そうじゃなくてさ、佐々木さんさ、断るにしてもどうやって断るの？親戚とかの人に。そりゃ、しっかり断りますよ。いや、頭悪いよ。喧嘩ってのか？そうじゃなくて、ご家老の言いたいことを汲み取れって言うんでしょ。なんだよ、わかったわかった。私が悪かった。遠回しな言い方になっちゃったからね。何ですか、もう。あのね、断るのはいいんですけど、佐々木さんならもうすっぱり断るとは思うんですけど、その時に、どう断るかってこと。え、だから。だからどうっていうか理由が言えないでしょ。これ討ち入りするから士官なんてできませんって大っぴらに言えないでしょ、世間には。なるほど。討ち入りするなら絶対成功するまで秘密にしなくちゃダメだからね。それはもっともな。最初から分かりっちゅうのに。中ならんとこすれば、こうならず。うまい！安心してるわけじゃないよ。いや、だっていいこと言うじゃない。だから、そういうことになるわけでしょう。はい。だからね、私としてはもう全部いい。いいといいよ。あのね、仕官しても構いません。途中で、あと脱落してもよし。そういうのを気にしないで参加できるものが参加する、自由参加型。それはでも、いや、それも現実的だって。俺の感じだとね、今後半300人いるでしょ。そのうちこれに加わるっていう信用のできるやつが80人くらいかな。で、実際やれるのが50人くらいって感じでしょ。50人できますかね。まあ、ギリギリでしょうね。ですよね。向こう後ろに上杉家がついてるからね。はい。で、時期はいつ頃？それはまあちょっと様子見てたよね。ちょっと待って、え、うちにそれ決まり？え、まだでしょ。待って、いいじゃんかよ。いや、俺はそういう条件ならいいけど。でもまだでしょ。あ、もちろん。ちゃんと決めるのはみんな集まってからだけどね。はい。大野さんにも相談しなくちゃならないさ。そうそう、大野さん反対するだろうな。するする、反対なんてもんじゃないよ。泣いてやがるだろうね。ああ、ちょっと泣くんだよ。すぐお前と一緒だよ。お芝居ないみたいな気がいますよ。似たようなもんだろ。じゃあまあいいかな、大筋こんなとこで。田中さんはいいの？後ろ的には。ほら、今大雑把な自由参加型で。今ね、指導って言ってもよくわかんなくなっちゃったから。なんだよ。いや、さっき大石さんもおっしゃってたけど、よくわかんないじゃん、俺たち武士とか言っても、うん、だからさ、こう、打ち入り目指していく予定で、だんだん武士道的になっていけばいいんじゃないの、みんなが。もう、いや、まあ、ほんと真面目な話。人は武士に生まれるのではなく、武士になるのだ。そうですね。なんでなんか、フィオンが体験できる。じゃあ、まあ、そういうことでやろうか、うちに。ご家老いいよ。だって僕、いいって言ってないもん。ダメなのかよ。いや、だって
僕が決めるわけじゃないんでしょ。当たり前だよ。でもなんか今すごいプレッシャーあったよ。いいから、どっちにすんだって。まあやるよ。みんながそういうことなら、まあ最後までいけるかどうかわかんないけど、頑張りましょう。まあな。よりですか。お前が一番だから。じゃあいいね。はい、はい。まあそう気張らずにさ、やってみよう。あのさ、なんかさ、みんなで江戸行ってね、パッと打ち入って、ちょっとパッと困らせて、でさっと切腹して、そんな感じかな。まあ切腹しなくていいならそれでもいいし、あのなんかね、これって運命でしょ。殿があんなことになっちゃって、だからそう考えた方がいいと思うのね。だってさ、みんな侍に生まれてきたけどよくわかんないわけじゃない。自分が誰なのか何なのか。だからね、この逆境を皆さんの人生に生かしてください。お願いします。